伊藤でございます。これからこのタイトルでですね、40分ほどご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず今日の内容ですけども、先ほどご紹介いただいたプロジェクトのですね、成果と今やっているプロジェクトの成果などもご紹介したいというふうに考えております。まずサーキュラーエコノミーとは何かということですけども、これ大量、今特に私が担当しているのはもともとポリマーなので、要はプラスチックですね、プラスチックのサーキュラーエコノミーということが特にヨーロッパからですね、最近すごく話題になっています。インターネットを引いていただくとものすごくたくさん出てきます。でこれ何かっていうとですね、プラスチック、皆さんの周りにもたくさん今満ちあふれてると思うんですね。プラスチックで実は100年ぐらい前に発明されたものなんですけども、今我々の身の回りの金属とかですね、セラミックをかなり置き換えていて、プラスチックだらけになっています。でそういう従来の大量生産、大量消費、大量廃棄のモデルの代表例だと思うんですけども、それをですね、やっぱり今まではこう作って捨てたりですね、燃やしたりしているというのが今のプラスチックの大体のプラスチックはそうなっています。だけどそれをですね、もっと長く使って廃棄物を資源に循環する、そういう新しいモデルに転換しようということがですね、今世界中で話題になっています。でそれをサーキュラーエコノミーというふうに言います。で私が今まで担当したプロジェクトも実はそれに関係ありまして、皆さん 3R って聞いたことあると思うんですが、 3R っていうのはリユース、リデュース、リサイクルなんですね。でなんかサーキュラーエコノミーっていうとですね、リサイクルっていうふうに思われるかもしれませんが、実は一番重要なのはリユースなんです。つまり物を長く使うと。で本当はプラスチックってどっちかっていうと壊れやすくて脆いんで、壊れたらすぐ捨ててしまうことが多いと思うんですね。でも本当は丈夫なプラスチックができればですね、例えば水筒みたいですね、水筒普通金属できてますけれども、ああいう長く使うことができれば、実はそれが一番環境に優しいんです。でそのためにはプラスチックの脆いのを、脆いプラスチックをですね、長寿命にして耐久性を上げようということが一番重要になります。でそれをやってきたのがインパクトってプロジェクトで、ここでは自動車用のポリマーをですね、タフにすると、タフポリマーを開発するということをやってまいりました。それからこれはちょっと今あまり関係ないんですけども、その長く使った製品はですね、またバラバラにして部品に分解してまたリユースするということができます。でそれがもしできなくなった場合どうするかっていうとですね、これやっぱり分子を壊してもう一回リサイクルする、バラバラにして壊してリサイクルするということが重要になってまいります。で前回多分野崎先生が講義だったんですね。で野崎先生多分そういうお話もされたと思うんですけども、それをケミカルリサイクルとかですね、そういうふうに言われて、これも非常に今世界中で流行っているというか、研究が盛んになっている分野になっています。でも世の中にはですね、回収してリサイクルすればいいんですけれども、これ一番いいんですけれども、回収できないプラスチックってのもあるわけですね。例えば海に行くとですね、その海にやっぱりペットボトルとかいろんなものが落ちてたりします。もっと絶対回収できないものっていうのはタイヤの摩耗粉ですね。タイヤってどんどん減ってきますよね。減ってったものどこに行ってるのかってことなんですけども、あれが海に行ってるんじゃないかってことが結構言われています。でそのタイヤっていうのは分解しないんですね。だからあれは本当にこう海を汚してしまうということになります。でそういうふうに、絶対に回収できないものもあるわけです。そういう回収できないものも分解できないんじゃなくてですね、分解、自然に分解できるものにすればですね、それがまた二酸化炭素と水になって植物に吸収されて、で植物がそれを育ってくれると。でそれを原料にすればですね、実はこの石油を使わなくって、こういう循環のあなたの社会が実現するわけですね。それをやっていこうというのがこのサーキュラーエコノミーというプロジェクトになります。でまずプラスチックってあまり馴染みのない人もいると思うんですが、世の中の材料っていうのは金属とセラミックとポリマーに分けることができます。でガラスみたいなのはセラミックの一つなんですね。でポリマーは例えばプラスチックもそうなんですけども、さっき言ったですね、タイヤみたいなゴムとか、あと皆さんが着てる服、繊維もそうですし、ゲルっていうのをやってるものもプラスチックです。ポリマーです。実は我々の体もですね、 DNA とかタンパク質から結構できているわけですけども、そういうのも実はポリマーになっています。でポリマーが金属とかセラミックと一番大きな違うのは何かっていうと、軽いことですね。
ポリマーっていうのは、元素がですね、炭素とか水素とか酸素とか、まあ、そういう軽い元素ができているので、一般にポリマーは軽いです。でそのために今飛行機なんかもですね、これボーイング787なんかもですね、実は機体にはもうポリマーが使われています。いや、まあ実際には複合材料っていって、炭素繊維の周りをですね、エポキシ樹脂っていうポリマーが取り巻いたもので作られているわけですけども、この青い部分、これがみんな複合材料になっています。つまり昔はジュラルミンっていうアルミが使われてたんですが、今それがもうポリマー化しています。でそれは多分これからはですね、飛行機だけじゃなくって、こう車にもどんどんこう進出してくるんじゃないかと言われていて、なぜかっていうと、ポリマー化するとですね、重さが半分になると、燃費が2倍になるわけですね。なので、まあ、ポリマーはこれからどんどん使われていくわけですけども、その時にですね、まあ、さっき言ったようなあまりに満ち溢れたポリマーをじゃあどうするのかという問題が出てくるわけです。でここからちょっと話を、順番でですね、最初に感動高分子って話をしたいと思います。でこれは何かっていうとですね、そういうポリマーはどうして脆いのかって話ですね。でこれはポリマーの、模式図なんですけども、ポリマーっていうのは紐状の分子からできています。まあ、イメージとしてはスパゲッティみたいなものですね。でスパゲッティみたいなものを、まあ、多くの場合ですね、こうつなぐ、まあ、これを架橋っていうんですけども、紐をこうつないで使ってるわけです。でタイヤなんかが典型的な例で、タイヤもポリマーって紐があるをこう架橋してつないでタイヤになってるわけですね。でこうつなぐとですね、まあ、非常に丈夫になると。でそれはいいんですけれども、引っ張った時にですね、こう長さバラバラなんですね。でそうすると何が起こるかっていうと、引っ張った時に短いところに力が集中して、まあ、壊れていくと。これがまあポリマーの脆い一つの大きな理由になっています。でこれをなんとか解決しようっていうんでですね、まあ、日本で特に研究者が非常に世界的にこう新しいアイデアを出しています。例えば北海道大学の郡先生はダブルネットワーク L っていうのを発明して、これは硬いネットワークと柔らかいネットワークをですね、交互に入れ子にすると。でそうするとすごく丈夫になります。自動車が乗ってもですね、全然壊れないような、そういうゲルができます。それから原口先生がクレーっていう硬い物質を入れて丈夫なゲルを作ったりしています。それからあと、これは東大の先生なんですけど、酒井先生がですね、テトラペゲルっていうのを作っていて、発明して、何かっていうと、こう長さの揃ったポリマーをですね、長さの揃ったこうまあ、スターポリマーっていうんですけども、枝の揃ったポリマーをつなぎ上げると。で、そうするとさっきみたいにですね、力が集中することなくて分散してくれるので、これも非常に丈夫なゲルができます。で我々はですね、またちょっと違う原理でそういう丈夫な材料を作るってことを思いつきました。それはトポロジカル超分子っていう分子なんですけども、まあ、分かりやすいのはこの、分子の知恵の輪です。これはカテナンっていう分子なんで、超分子なんですけども、輪っかがですね、こう入れ子になってるわけですね。そうするとこの2つの輪っかっていうのは、お互いに結合、物理的に科学的に結合していなくてもですね、お互いにこう外れることはできないわけです。でこういうのを超分子、トポロジカル超分子と言っていて、他にどんな例があるかっていうと、これロタキサンっていうのは輪っかの分子の中に軸が通っていて、末端にですね、大きな分子があるので、軸が輪っか抜けないようなやつですね。こういうのをロタキサンって言います。ポリエタキサンっていうのは輪っかがたくさん入ってですね、ネックレス状になったやつ、これをポリエタキサンというふうに呼んでいます。で我々の研究室では、ちなみにこのポリタキサンはですね、これも日本人 の原田明先生っていう方がですね、1992年に発明しました。で我々の研究室では2000年頃にですね、このネックレス用のポリタキサンの輪っかを架橋すると、そういうのを発明したんですね。でそう、何が嬉しいかっていうと、まあ、普通の架橋っていうのはさっき言ったように紐を直接架橋します。でところがこの分子というのは紐を架橋するんじゃなくって、紐に一回輪っかを通してあげて、この輪っか同士を架橋すると。でそういうことを、2000年頃にうちの研究室で発明しました。で実際発明したのは学生だった奥村君って学生で、今九州大学で、准教授をしています。でその何が嬉しいかってことなんですけども、これ引っ張るとですね、この輪っかがスルスル動くわけです。つまり架橋点が動いてくれるわけですね。ちょっと皆さん小学校の時に動滑車ってやったことあると、習ったことあると思うんですが、動滑車というのはですね、滑車が動いてくれます。でそれによってですね、この紐にかかる力が全部均等になるように
そういうふうにこうちゃんとこう動いてくれるわけですね。まあ、それと同じようなことが分子の世界でも起こるんじゃないかというふうに考えたわけです。なので例えば作った状態ではですね、長さがバラバラでも引っ張るとですね、輪っかがこう動いてくれて、全部の紐、どっかの紐に力が集中するんじゃなくって、全部の紐に均等に力がこう分散してくれる、自動的に分散してくれるというふうに考えて、まあ、これを滑車効果というふうに名前を付けました。で、まあ、これ今ある程度実用化されてまして、例えばこういう耐気図性のコーティングとかですね、こういうの使われてますし、あとゴルフボールにも使われていて、これはあのゴルフボールの表面にですね、塗ってあって、これは松山英樹さんとかですねが実際に使っているというふうに聞いています。でここの上にですね、こういう、ちょっとこういう塗ってあるんですね。でそうするとなんかスピンがかかるというんで、私もこれもらってやるんですけども、やったことあるんですけども、私がやるとですね、すぐ OB が出るというか全く役に立たないというゴルフになってます。はい、でまたちょっとサイエンスの話に戻りたいんですけども、最近これが、大きな進歩がありまして、何が進歩かっていうとですね、普通これさっきのネックレスを作るとだいたい輪っかがこれぐらい入ります。全部びっしり入ってるやつ100とするとだいたい 25% ぐらいですね、まあ、ちょっと中途半端なんですが、まあ、そこそこスカスカなんですけども、まあ、これぐらいのものはできます。ところがうちの研究室で、まあ、ジャンさんっていうですねポスドクの方が、いろいろ研究した結果ですね、もっともっと少なく、例えば 2% って本当にスカスカにネックレスを作ることに成功したんですね。でこのスカスカのネックレスでまあ、ゲルっていう加工をしてあげると非常に丈夫なゲルができます。でこっちの方がですね、普通のこの、輪っかがたくさん入ってしまうと実はあんまり伸びないんですけども、この 2% のですねスカスカのネックレスでゲルを作るとですね、まあ、突き刺しても突き刺せなくなりますし、これ水 80% ぐらい含んでるんですけども、カッターで切れなくなります。で非常に丈夫なゲルができます。でこの時はなんでこれが丈夫なのかってことはよく分からなかったんですが、実はそれがですね、その3年後ぐらいですかね、分かりました。これがその模式図なんですけども、さっき言ったようにですね、これはこの滑車からできています。滑車からできている材料です。でこれを引っ張るとどうなるかっていうと、この輪っかの部分が動いてくれるんですね。で輪っかが動いちゃうと紐の部分はむき出しになります。でむき出しになった紐がですね、こう並んでくれるんですね。そうするとどうなるかっていうと、ここで結晶ができます。でこの硬い結晶がここにできることによって、このゲルは壊れなくなるんですね。しかもこれ力をも緩めるとですね、この結晶ってのはすぐ壊れてくれて、また元に戻ります。でこういうことを伸張結晶化っていうんですけども、これがゲルとして起こるということが初めてこの時に発見されたということになります。でこれが起こったので、あんだけ丈夫なゲルができたということが分かりました。でこれが今まで発明されていろんなゲルを高強度ゲルっていうんですけども、非常に丈夫なゲルを並べたものなんですが、縦軸がですねゲルの強度を表します。破壊強度を表します。破断強度を表します。でそれに対して横軸がどれぐらいの速さで戻るかってことを表します。でそうすると先ほどのダブルネットワークゲルもそうなんですけども、今までの高強度ゲルっていうのは丈夫は丈夫なんですけども戻らないんですね。なかなか戻らない。ところがこのゲルの場合には、結晶の部分がですね、すぐ壊れてくれるので丈夫になるんだけども力を緩めるとすぐ戻ってくれるということになります。で、まあそれを実際に X 線で確かめたっていうのはこれなんですけど、ちょっと話が細かくなるのでここは割愛します。で、まあこういうですね、丈夫な材料っていうのを、まあ、新しいコンセプトで作るという研究をずっとしてまいりました。でそれが2014年からですね、ある国の大きなプロジェクトを担当することになったのがこのインパクトというプロジェクトになります。でこのインパクトっていうのは2014年に始まったプロジェクトでして、まあ、いろんなプログラムマネージャーって言われるんですけども、そういう方たちが選ばれて、それで一人一人の分野は違います。で私はタフなポリマーを作るというプロジェクトを担当しました。あとロボットだったり、またそうですね、蜘蛛の糸を使って丈夫な材料を作るというプロジェクトとかですね、いろんなプロジェクトが立ち上がりました。で我々のプロジェクトでは実際最先端のですね科学、それからあと放射光の施設
それからスーパーコンピューター、こういうのを使うことによって例えば強靭性を向上する、例えば亀裂が入ってもですね、進展しなければ、つまり、亀裂がそこに入ってもですね、引っ張ってもそれが広がらなければですね、材料壊れなくなるわけですね。あと柔軟性や形状回復性があれば力を分散してかわしてしまうとかですね、あと自己修復っていうのがポリマーの世界では可能でして、壊れてもですね元戻ると。でそうすると劣化を食い止めてですね、破壊未然に防ぐことができるので、実は材料をですねすごく長く使うことができます。さっきの長寿命とかいうことはですね、これで実現できるわけです。でそのためにですね、まあ、日本から、まあ、東大も含めてですけども、まあ、こういう分野のですねスーパースターの先生方に集まっていただいて、それからこれもどっちかというと物理分野ですけども、そういう違う分野の先生方に集まっていただきました。でも実際にプロジェクトを主導したのはですね、我々アカデミアではなくって、むしろ企業です。で、まあ、こういった企業さんがですねタフなポリマーを作るっていうんで、まあ、集まってくれまして、でそういう企業さんとアカデミアがですね、大学の先生方が、まあ、がっつりタッグを組んでですね、それで新しい材料を作るというのがこのプロジェクト の目的でした。でそれが車用のタフなポリマーを作るというプロジェクトで、まあ、5年間ぐらい、まあ、4年半ぐらいですけどもやってきました。で全部の成果をですね説明するととても時間が足りないので、ちょっと2つだけ紹介します。でこれは東レさんが、まあ、我々と組んでやった仕事なんですけども、ナイロンっていうポリマーがあります。でこれはストッキングなんかにも使われているので皆さんも聞いたことあると思いますけれども、これ自動車にも使われています。でこれ非常に丈夫なポリマーでいいポリマーなんですが、実は伸びないんですね。ナイロンをですねこう引っ張ると 10% ぐらい伸びた、10分の1伸びたところですぐ壊れます。でこれをもっと丈夫にしたいっていうんでですね、中にゴムを入れたりします。でゴムを入れると確かに伸びは増えるんですけども、破断伸びっていうか壊れる時の伸びは向上するんですけども、逆に柔らかくなっちゃうんですね。つまり丈夫さとですね、まあ、強靭さと、まあ、これ引っ張り振動と、それからその硬さですねはトレードオフの関係にあります。つまりどっちかを上げるとどっちかが下がってしまうと。でところがそのトーレさんは我々とまあ組んでですね、ナイロンの中にこういうさっきのネックレス構造、これを入れるってことをやってくれました。その結果ですね、硬いままの状態で伸びが10倍になったんですね。要するに10倍伸ばしてもですね壊れないっていう材料ができたわけです。でそうすると何が嬉しいかってことですけども、このナイロンのですね板を折り曲げ試験をやります。で何回折り曲げたら壊れるかって試験になります。でそうすると普通は2000回で壊れるんですね。でところがそこにですねネックレスの構造を、さっきネックレスの分子を 5% ほんのわずか入れてあげると9万回やっても壊れなくなる。つまり耐久性がですね50倍になります。でこういうポリマーだったら長く使えるので、非常に丈夫なポリマーになるので、さっきのサーキュラーエコノミーにとっても非常に重要な技術になります。でこれにですね落水試験って上から重りを落とします。でそうすると普通のポリマーってプラスチックっていうのは重りを落とすと粉々に砕けるわけですね。これ自動車なんかの場合にはこの破片が飛ぶので非常に危険になります、衝突した時とかですね。ところがこの新しいタフポリマー、つまりさっきのナイロンにネックレスを入れたやつはですね壊れないんです。ぐしゃっと潰れてですねエネルギーを吸収して、それで粉々にならないというので、全く壊れるへこみ方がですね全然劇的に変わります。でこれは複合材料、さっき飛行機に使われた複合材料でも同じような効果があるので、これ複合材料でも3倍ぐらい丈夫になるという結果が得られています。でこれが一つの成果です。でもう一つはブリヂストンっていうタイヤメーカーがあるんですけども、そこの成果をご紹介します。で彼らはですね、まあ、タフなタイヤ、タフなゴムを作るということで、膜圧をですねタイヤの膜圧を半分にするというプロジェクトを目標に挑戦しました。で実際そういうのができまして、だいたい破壊エネルギーがですね4倍ぐらい上がった、そういうゴムができました。でそれを使ってキャタピラーに入れてですね、キャタピラーって、まあ、知ってると思います、ゴムのキャタピラーっていうのがあるんですけども、キャタピラーにしてですね悪路を走らせてどれぐらい摩耗するかっていう実験をしたんですね。したら摩耗が 60% 減ったわけです。つまり、このゴムを使うとですね薄くしても減りが少なくなるので半分にできるわけですね。
普通だったらタイヤどんどん減っていくんですけども、減り方が半分になるわけです。丈夫なゴムなんでなかなか減らないと。なので膜圧も半分にできるし、さっきちょっとお話ししたタイヤの摩耗分も半分になります。つまり環境に出ていくプラスチックも半分になるわけですね。ですから丈夫なプラスチックポリマーを作るっていうのは環境にとってものすごく重要な効果があります。ちょっとこれ見ていただきたいんですが、これ上と下がですね2つのゴムです。で両方とも縦にこう引っ張ってます。で引っ張った状態でここにハサミを入れます。両方同時に出ますんでちょっと見てください。で上の方は普通のゴムで、引っ張った状態でですねハサミを入れるとゴムはですねどうなるかっていうと、こうやってパチンと切れるんですね。でところがこっちは絶対切れないんです。つまり亀裂が進展しないんですね。だからこの亀裂が進展しないので、これは非常に耐久性がある、丈夫になるということになります。どっかにクラックがあっても、普通ポリマーが壊れる時っていうのはどっかにボイドが発生して、それがクラックになって、それ亀裂が進展して壊れるわけです。とはこれ亀裂が進展しないので壊れにくいわけですね。非常に長く使えるということになります。でここではさっきお話しした群先生のダブルネットワーク、この原理が使われました。でまあこういう成果がですねいろいろ出てきたので、これ今実用化に向かっていろいろどんどん進んでいます。でまあ、こういういろんな論文とかにも公表しました。で、こういういろんな成果がですねいろんな会社が出てきたので、できればそういう成果をですね見える形で何か皆さんにも見ていただきたいということでですね、これ実は車の部品を皆さん作ってもらったんですけども、この車の部品ができ作れたら、じゃあそれを組み合わせればですね1台の車ができるんじゃないかということで、コンセプトカーを実際1台作りました。これがそのコンセプトカーの映像なんですけども、これはこんな感じですね。ちゃんと走れるコンセプトカーで、150キロまでスピードが出せます。で実際この車の重さはですね普通の車のこの大きさの同じ車の約半分 でプラスチックが 90% 使われています。だほとんどの部分が、モーターのところとか電池はですねなかなか全部できなかったんですけども、それ以外の部分はほとんどプラスチックでできています。普通に使われてこうバネなんかも全部プラスチックになっています。でこの車をですね実際に作って、これが非常に丈夫であるということをこうサーキットをこう走らせたりしてですね、このサーキット走らせてして壊れませんよってことをアピールしたりしました。でこれは一回内閣の内閣官邸でですねプレゼンさせてもらったことがありまして、去年亡くなられたんです安倍総理にですね実験に参加してもらったってことがありました。でこれ私がですね皆さんに説明したと同じことをですね閣僚の皆さんに説明してですね、プラスチックこういうのですよ。でこれを私が説明する前に相田先生の学生さんで自己修復性のポリマーを発明した柳沢君っていう方がいるんですね。で彼に来てもらって、総理がですね実際にプラスチック真っ二つにすると、それを私のプレゼンの間こう2つを接着剤なしでですねつけてるっていうパフォーマンスをしました。で5分ぐらいのプレゼンだったんですけども、それを終わった後ですね持ってくるともう全然つながってくっついててですね、これ自己修復性です。ですから真っ二つにしたんですけども、5分ぐらいでくっついちゃうんですね。で全く壊れないというそういうパフォーマンスです。でその次にですねポリマーの丈夫なポリマーの体験してもらおうっていうんで、安倍元総理にですねこれは普通のゲルです。普通のゲルって押すとですねこんなにこうパシャッと壊れるわけですね。でこっちがですね隣にあるのはダブルネットワークゲルです。さっき言った群先生のダブルネットワークゲルなんですけども、それをですね叩いてもらうことにしました。ちょっと説明してますけど、これ叩いてますね。ちょっと音がずれてるんですね。こんな感じですね。これ本当は1回しか叩かない予定だったんですけども、何回こう叩かれてるんですね。でもちゃんと壊れなかったですね。はい、よかったです、ね。こんな感じです。はい、そういうことでですね、皆さんに見ていただいたということです。で、これが2018年に終わりまして、18年で終わりまして、その後継のプロジェクトが今やってるムーンショットってプロジェクトになります。でムーンショットではですね、今度は海洋プラスチックのゴミ問題、これに取り組んでいます。で皆さんご存知のように今プラスチックがたくさん周りに満ち溢れていて、それが海を汚しているということが問題になっています。本当はプラスチックはですねこの次にもやりますけども、本当は回収してリサイクルして、もう一回使った方がいいんですけども、
やっぱり回収できないプラスチックってもあるわけですね。さっき言ったあのタイヤの摩耗粉みたいなのもそうです。あれはやっぱり回収するのは絶対無理なので、ただあれは海に行った時にですね、やっぱ分解しないんですね。タイヤ全く分解しないと。でそういうやつをですね、分解をするものにこう変えようと、そういうプロジェクトになっています。でこれがそのどれぐらい海に流出しているかっていう、まあ、試算なんですけども、まあ、一番多いのはですね、やっぱり不適正廃棄物管理ってこと、これはまあ、ポイ捨てですね、まあ、これはもうちょっと論外で、本当はこれはプラスチックの問題が、プラスチックが悪いんじゃなくてですね、皆さんがやっぱりちゃんとそれを捨てないで回収してもらうってことが重要なので、まあ、これはちょっとプラスチックのせいにしたらちょっとプラスチックかわいそうかなと思います。ただやっぱりいろいろ問題もあって、漁具ですね、釣り糸ありますよね、あれ切れたらやっぱり海に入っちゃうわけです。あれがやっぱり分解しないんです、ほとんどは。なので、まあ、水鳥にこう絡まったりとかですね、そういうことがやっぱり今世界中でいろいろと言われています。 YouTube なんかに上がっています。でそれからあとさっき言ったタイヤの摩耗粉ですね、あと繊維の洗濯とか、まあ、いろんなこういうのが無に流れているとあります。で何が問題かっていうと、分解するポリマーって確かにあるんですね。ところが分解するポリマーっていうのはやっぱり丈夫じゃないんです。で逆にタフなポリマーっていうのもあります。でタフなポリマーっていうのはあるんですけど、それはやっぱり分解しません。で我々が欲しいのは、使ってる間はタフであると、壊れないと、丈夫で長く使えると。でそれが万一海に入ったらすぐに分解してくれる。でそんなポリマーないんですね。両方兼ね備えたポリマーはない。それを作ろうというのが今回のプロジェクトの目的になっています。目標になっています。しかも原料はですね、できれば食べられない非核食性のバイオマスを原料としようと思っています。石油じゃなくてですね。でそうすれば食べられるバイオマスにしちゃうとですね、食料問題とぶつかってしまうので、食べられないバイオマス、例えばですね、海にある藻とかですね、海藻とかですね、その中の食べられないものとかですね、それからあと微生物がそういうのを作る場合もあるんですけども、そういう食べられないものを原料としてすることも重要だと思っています。でそのためにさっきと同じなんです、また別な先生なんですけども、まあ、日本中からですねスーパーソの先生方に集まってもらって、また会社もですねこういろいろ入っていただいて、まあ、それぞれ分担してですね、そういう新しいプラスチックを作ろうと、ポリマーを作ろうということで取り組んでいます。でもういくつか成果が出てまして、ちょっとご紹介します。これはブリヂストンさんの成果なんですけども、さっき言ったようにタイヤは分解しません。タイヤになる前のですねポリマーは、タイヤを作ってるポリマーは分解するんですね。これもちょっと分子量にもよるんですけど分解します。だけど加強しちゃうと分解しなくなるんですね。でところがこのプロジェクトでですね、これ下がですね普通の加強です。でそう全く分解しません。で縦軸がどれぐらいで分解の指数、分解のする能力ですね、それを表しています。でところが、新しく作ったですねこの加強しているゴムってやつはちゃんとこう分解するんですね、海に入ると。しかも強度も2倍近く上がります。で分解するものを作るだけだったら簡単なんですけども、簡単というかそれはそれ大変なんですけども、分解だけではやっぱりなかなか分解とやっぱり強靭性と両方をですね両立するって実は非常に大変なんですね。でもタイヤの分野でもうそれがですね、これアカデミアの先生方のある技術をあんまり会社から言うなって言われてるんで言えないんですけども、使うことによってですね実際そういうものがもうすでにできつつあるということでございます。でそうすると実は強度が上がると、さっき言ったように摩耗粉の量も減るので、また海を汚すプラスチックの量も減るんですね。ですから強度も上げるってことが実は非常に重要になっています。もう一つはですね、これはまた別な会社さん、クレアさんって会社さんなんですけども、釣り糸です。で普通釣り糸はですね、ここに青い、黒いやつがですね普通の釣り糸です。皆さんが釣り、まあ、好きな方もいらっしゃると思うんですけども、使ってる釣り糸です。でこういう釣り糸は分解しません。海の中で分解しない。でこれ実は非常に重要なんですけども、まあ、分解しない。ところが分解する釣り糸っていうのもですね、一時売られたことあるんですけども、これ強度が弱いんですね。強度が弱いとどうなるかって言うと、釣ってる間に切れちゃうわけです、糸が。なのであんまり売れてないと。ところがこのプロジェクトで、この強度をですね、この分解 しない強度と同じぐらいの強度に高めて、しかもちゃんと海の中でですね分解する、そういう釣り糸がもう一応できました。これは新聞でも発表しています。なのでこれを使えばですね、実際糸が切れても
海の中に入ってしばらくするとちゃんと分解してくれるんです。なので釣り糸に関してはですね、ある程度もう解決が見えてきたかなと私は思っています。もっと難しいのはですね、漁網なんですね。で、漁網はずっと海の中にいるので使ってる間はですね、丈夫じゃなきゃいけない。でもそれが切れた時に漁網がですね、切れたってことを知ってですね、分解してくれるって、これは非常に難度が高いんですね。これ今どうするかっていうんで今非常に悩んでるところです。なんかアイデアがあったら教えてくれるとありがたいですね。でこれ実はですね、実は大問題、結構世界的には大きな問題になっていて、その切れた漁網っていうのはですね、海の中に漂ってるんです。でそれが勝手に魚を取っていて腐らせてるんですね。それが魚の漁業資源の取る魚の大体 10% ぐらいを腐らされてるって、失わされてるって言われています。それをゴーストフィッシングって言われていて、結構世界的に大きな問題になってるんですね。で我々の食べる魚がですね、 10% ぐらい漁網によって取られちゃってるんです。勝手にですね、取れなくされてるんです。ですからそういう漁網なんかもですね、使ってる間は丈夫で壊れない、切れないと、切れたら困りますんで。だけどそれがもし、やっぱり海に行ってですね、嵐なんかが起こったりすると船を守るために、人命を守るために切っちゃうこともあるらしいんですね。でそうなった時に自然の力だけで分解してくれるというのを作ると開発するというのは非常に大変です。それを今挑戦しているところです。ございます。で、ちょっとここで我々の技術についてもですね、ご紹介したいと思います。これはうちの研究室なんですけれども、これポリカプロラクトンっていうですね、これは海洋分解性を持つポリマーです。で、ポリカプロラクトンっていうのはこの黒い線なんですけれども、これ横軸が引っ張りでですね、縦軸が力になります。でそうすると破断頻度がだいたいこのポリマーだとそんなに多くなくって、100% ぐらい、2倍ぐらい引っ張ると壊れてしまうんですね。でそこにさっきのネックレスをですね、 5% 入れるとこれぐらい丈夫になります。ですから5倍ぐらい伸ばしても切れなくなるということで強靭化します。で強靭化するだけじゃなくってですね、これを入れてあげると、これ分解性ですね、これこっちは日数です。でこれはどれぐらい分解したかってことを表す縦軸を表しています。でこの白丸はですね、セルロースで、セルロースは標準物質として使われるわけですね。そうするとポリカプロラクトンって確かに海洋分解性はあるんですけども、セルロースよりも実は分解しないポリマーになっています。でところがここにさっきのネックレスが入るとより分解するようになってですね、加速します、分解しやすくなるんですね。なのでこのポリエタキサンっていうですね、このネックレス状の長分子ってやつは強靭性も上げるし分解性も上げてくれると、つまり二刀流のですね、材料になっているんじゃないかというふうに考えています。で、今日も大谷ホームランを打ちましたけども、そういう二刀流の材料になっているんじゃないかと思っていて、普通ですね、そういう分解するしやすいものを入れてしまうと強靭性が落ちてしまうんですね。でもこのあれを使うとですね、その二つが両立するというので、非常にそういう添加剤としては価値が効果があるんじゃないかというふうに考えています。で最後の時間を使ってですね、この4月から始まった新しいプロジェクトについてご紹介したいと思います。でこれはサーキュラーエコノミーシステムの構築ということ で我々の周りにあるプラスチックはどういう状態になっているかということです。でこれは主にヨーロッパなんですけども、ヨーロッパの国とですね、日本を比較したグラフになっています。でこの青い緑の部分がリサイクルです。で黄色い部分がですね、焼却、サーマルリサイクルですね、サーマルリカバリーって言ってますけども、熱に変換している。だからオレンジと赤い部分がですね、これが埋め立てです。でそうすると日本はですね、リサイクル、頑張ってはいるんですけども、それでもまだ 28% ぐらいで、ヨーロッパに比べると低いかなということで、もっとですね、この割合を増やしてはいけないということが今重要な課題になっています。すみません。日本はですね、このサーマルリサイクルが実は非常に強くって、皆さんも身の回りのプラスチック結構燃えるゴミに入れてますよね。これ県とかですね、あれによって違うんですけども、私の区ではですね、少なくとも燃えるゴミに入れてサーマルリサイクルしています。でも本当にこれはですね、今ヨーロッパの方では結構批判されていて CO2 出してるっていうんで、本当はそのプラスチックも回収して本当はリサイクルする方がいいわけですね。で
まあ、そういう点でですね、今従来のリニアエコノミー、つまり作ってですね販売して終わるんじゃなくて、まあ、実は今ほとんどの雇用とかですね化学産業の雇用とか、まあ利益っていうのはこの部分で、まあ、できてるんですけども、実はまあ、それから回収してですね廃棄してるっていうのは市場規模、これ世界市場ですけども、まあ、これぐらいで大きくすごく大きく差があります。でもこれは今までのリニアエコノミーでこうなってるんですけども、これをですねサーキュラーエコノミーになるとこう循環型の社会になるわけですね。つまりビジネスモデルが劇的に変わります。ちなみにヨーロッパの方ではですね、これ今サーキュラーエコノミー関係はスタートアップ、ベンチャー企業がたくさんできていて、その実はこのサーキュラーエコノミーを相当牽引しています。つまり新しいビジネスモデルが変化するので、新しい産業が起こって、その産業に合わせて新しい企業がたくさんできていて、それが今この新しいサーキュラーエコノミーを牽引しようとしています。まあ、日本はまだちょっと遅れていてですね、そこの部分にまだちょっと遅れてはいるんですけど、多分これからはですねサーキュラーエコノミー関係のベンチャー企業が日本でもたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。つまり今までこれぐらいの規模だった市場がですね、これ全体に広がるわけですから、いろんなところでいろんなビジネスが多分できるようになると思うわけですね。で、実は私自身はこの分野あんまり知らなくてですね、まあ、ポリマーは専門なんですけども、この回収とか廃棄とかですね、そのリサイクルの分野実はあんまり知らなかったんですけども、まあ、こういうプロジェクトを担当することになってですね、まあ、去年から一生懸命勉強しました。で、なぜリサイクルしないかっていうのは、実はこれが一番大きな問題だと私は思っています。これ実はですね、左側は石油から作られたばかりの、まあ、ピカピカのプラスチックです。これポリプロピレンっていう、まあ、皆さんの周りで一番よく使われているプラスチックなんですけども、そのプラスチックです。それをバージンPP というふうに言います。で、こちらがですね、リサイクル業者さんからお断りしてもらってきたリサイクルされている PP です。ポリプロピレンです。で、純度は実は非常に高いんですね。ほとんど純度は変わらないんです。で、ところがですね、これを突き刺し試験といって、中に高速でですね、穴を開けるって試験をやります。で、そうするとこっちのですね、バージン PP の方は穴は開くんですけども、プラスチック全体は壊れないんですね。丈夫なんです。穴は開くかもしれないけども、ポリマー全体は全然壊れない。ところがこっちの方はですね、リサイクル品の方は穴が開いた瞬間に全体が割れます。だからものすごく脆いんですね。で、こっちはやっぱり丈夫なんです。だから丈夫さが全然違うんですね。で、丈夫さが違うので、リサイクル品はですね、なかなかバージン品と同じように使えないんです。例えば電気製品でも PP たくさん使われてます、ポリプロレン使われてますけども、そこから使われたリサイクル品はあんまりですね、ある程度の部分には使われてるんですけども、全体には使えないんです。で、唯一ですね、全体に使えてるリサイクル成功してるのはペットボトルなんですね。これです。ペットボトルだけは完全に物性が戻ってます。つまりこれと同じものができるんですね。それはちょっといろいろ難しい話が、まあ、宿合系のポリマーとかですね、いろいろあるんですけども、分子が短くなった分子を伸ばすことができまして、こちらは戻ります。なので、ペットに関してはですね、完全にリサイクルができるようになってるわけですね。だけどペットって樹脂はですね、プラスチック全体の 5% しかないです。ですから、ほとんどのプラスチックはこっちの状態になるんですね。なので燃やしたりするしかないし、リサイクルしてもダウングレードって言ってですね、元の製品に戻すんじゃなくって、重しにしたり、要するに価値の低いものにしかならない。だからサーキュラーエコノミーは回らないんです。リサイクルはできないわけです。ちなみに日本のペットボトルはですね、これ世界一の技術でして、リサイクルはですね、これ日本のペットボトルってリサイクルしても、これは多分バージン品だと思いますけども、無色透明ですよね。まもなく2025年ぐらいからは日本のペットボトルはまず全部再生品になる話になっています。進んでいます。で、なぜ日本のペットボトルはですね、こんだけ優れているかっていうのはですね、まあ、ヨーロッパのペットボトルって実はちょっと色味がかかってるんですよ。で、実はヨーロッパのペットボトルは戻してもですね、どうしても透明にならないです。日本のペットボトルはなぜすごいかっていうと、皆さんがですね、捨てるときにラベルを剥がしてキャップを外して捨ててるからなんです。で、この習慣がすごく重要で、これがあることによってペットボトルのリサイクルのですね、クオリティが世界一になってます。でも皆さんが捨ててるプラスチックを他のプラスチックっていうのは、他のみんな混ぜて捨ててて、雑多なプラスチックになってますよね。だからそれも非常に難しいポイントなんですね。
本当は一番いいのは、本当はプラスチックも、純粋なプラスチック、要するにモノマテリアルっていうんですけども、あんまり混ざってないプラスチックを集めて、まあ、それを回収して、それを品質を向上してあげることができれば元の状態に戻るかもしれないと、まあ、それをこれからですね、5年間かけてこの SIP のプロジェクトでやっていきたいというふうに考えております。なので、これは今の世界はですね、リニアエコノミーでもう石油から作って最後燃やすと、で最後二酸化炭素が出てしまうという社会がですね、だんだん限界を迎えてきています。そのために我々やらなきゃいけないことは、多分革新、新しい技術を開発して、それからですね、実はこれ消費者の行動変容ってもとても重要で、やっぱりこう、再生品がですね、もう消費者がやっぱり好んで買ってくれるとかですね、やっぱりその再生品は嫌だってなってしまうとですね、なかなか循環しないわけですね。だからそういう再生品のクオリティも上げるのも重要なんだけども、それをむしろですね、喜んで買ってくれるっていう、そういう社会がないとやっぱり循環しないといけないかなと思っています。なので、この SIP のプロジェクトには理科系の先生だけでなくって、東大の社会心理学の文系の先生とか経済学の先生にも入っていただいてます。まあ、そういう、まあ、自然科学とですね、社会科学を、まあ、合体してですね、まあ、そういうの総合知って最近言うらしいんですけども、それをふんだんに使ってですね、こういうサーキュラーエコノミーのプロジェクトを推進していきたいというふうに考えています。はい、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。